オンライン形式で開かれた福岡県性暴力対策会議には、有識者などおよそ20人が参加しました。福岡県は人口10万人あたりの性犯罪の発生率が2018年まで9年連続で全国ワースト2位で、去年は8位と依然として高い水準となっています。今日の会議では今年度からすべての公立の小中学校と高校に性暴力対策アドバイザーを派遣し、特別授業を行っていることなど性暴力根絶に向けた取り組みが報告されました。一方、委員からは JR 博多駅前で起きたストーカー殺人事件を踏まえ、加害者に対する教育や啓発をもっと行き渡らせてほしいといった意見も出されました。